一言で言うとうんとすごく何でも話を聞いてくれて話を吸い取ってくれる方だなっていう印象はありますねえっと大学職員だと結構例えば公務員と併願していた方とか教員目指していたけどもとかあとこう結構こう守りこう堅実な方が多いイメージは僕は入った時はすごく感じたんですけどもただ今の僕の直属の上司は割と そんな中でもこう新しいこととかこれは取り入れた方がいいなっていうようなアイデアがあれば多分年次関係なく何でもこう拾い上げていただいてじゃあ実際に動いてみようかみたいなことをこ提案はしていただいているのでそこはすごくこうありがたい存在だなとは思いますね。 年上の方先輩の方後輩の方ってそれぞれいるんですけど共通して共通点といえばやっぱ何か常に勉強し続けている方っていうのとあとは考え抜ける力がある方っていうのはこう僕もそれが理想系職員として自分としての理想系っていうのもあってそこはすごく尊敬しますねどうしてもこう妥協したいとか甘えたいとか。 まあいいかなっていうような考えに逃げちゃうのがなんか人間としての真理なのかなってところがある中でいやもうちょっと考えていこうよとかこれって自分はその求められるレベルには達してないから勉強しようとかもしかしたら次こんな部署に移動するかもしれないとかこんな部署に移動したいから勉強するみたいなこう職員を見てるとああこう負けてられないなとか自分の地位がこう追い詰められるかも感じというかのもあって。 こうすごく尊敬もしてますし自分も頑張ろうと思いますね。